これより遠足を始める。安中藩士として立派に走られよ。はあ。それ。走るのは山あり谷ありの険しき道。心と体を鍛錬せよ。開国前夜、とある藩で実際に開かれた日本初といわれるマラソン大会。その裏で藩を潰そうという計画が進められていた。参ろう、城に帰るぞ。ただ一人迫る危機を知った男は行って参る。仲間のため、愛する者のために走り出す侍マラソン。